いや、大丈夫大丈夫おはようございます、本日12月23日土曜日、以前に告知していた丸山日向山登山の日がやってきました。現在道の駅足ヶ窪の駐車場に向かっています。登山者さんの、会いに来る予想数値をコメントしていただいた方ありがとうございます。なかなか皆さん深く考えていて、今は寒いんで少ないんじゃないかとか、イブイブなんで予定があるんじゃないかとか、師走なんでなかなか忙しいんじゃなかろうかとか、いろんな意見があって、下は3名から、上はかなりたくさんの数値を書いてくれた方もいらっしゃいました。皆さん僕に気を使っていただいて、かなり多めの数値を書いてくれた気がします。僕的にはゼロ予想がないのが不思議なくらいですが、いや0、1、2という数字がなかったことが僕にとってはとっても驚きでした。ということで、とりあえず駐車場に向けて走っていきます。それでは後ほど。道の駅足ヶ窪第2駐車場の方に、ここはスルーして第2駐車場の方、第2駐車場の方に止めたいと思います。ここですね。それでは道の駅足ヶ窪から出発していきたいと思います。大野峠経由で丸山に向かいたいと思います。ちょっとスタートが遅れてしまったんで、ちょっと巻き気味に歩いていきたいと思います。それではここから山道へと入っていきます。大野峠着きました。疲れた。ただいまの時刻12時12分。もう目の前、もうすぐそこが丸山山頂です。果たしてどなたかいらっしゃるのでしょうか。それでは行ってみましょう。見ましょう。口が回んない。展望台が見えてきました。展望台の方に上がってみましょうか。なんか今日はイベントがあるのかな。人が多い。あ、あ。こんにちは。もうすでになんかお友達になって飛び込んでた人ですよ。あ、ありがとうございます。今日は来てくれて。今のところ2名。あ、そうだと思うんですけど、来るまでに会わなかったです。今日向山のところに駐車して、ちょっと登って、今度はちょっとずるして県民の森の駐車場まで車で来ちゃって、あ、かなり遅いスタートだった。あ、そうなんですか。そこ登ったら、いないなぁと思って、あの方かな、ね、あの方かな。ずっとしきたりごとやってる。ずっといらっしゃって。じゃあ、かわいい。ありがとうございます。いいです。すみません。ありがとうございます。今日はワッペンがこんな感じで
入ってます。アクションカムって見つかってないんですね。あちら見つかってないです。ディオカメさんで落っこちてって、うん、あの4時間ずっと崖のところを降りながら見つかんない、これダメだと思って。なんか次はいいことありますよって僕がコメントしてその後落としてます、ね、そうなんです。連続で落としたんです。ありがとうございます。わざわざなんかお気に入りいただいて。なんでコースさんこんなガス持ってるんですか。ちょっとここで長居しようかなと。1時半までいらっしゃるってことで。はい、1時半まで。スイさん車どこに止められたんですか。道大学から来て。あ、スイさん。道大学のちょっと上のところね。やっぱー。お客様に申し訳ない。めちゃくちゃせんべい持ってる。いいですか。休んでる間に食べるなりみかんとかもあるんですけど、じゃあみかんいただきます。みかんは出てきた。ありがとうございます。じゃあこれいただきます。もありますよ。あ、大丈夫です。そこの県民の森までちょっと車で来るっていうチートをして。チートですねそれ。あと何人来ますかね今日。多分もう来ないんじゃないですかね。時間的に結構きつい。1時半までいますっていうことは、うん、はい、もう来てないと。そうですよ、うん、もっと早くから来られてるのかと思って。僕ももっと早く来るつもりだったんですけど。ありがとうございます。びっくりした。初めて来られますか。あ、そうですか。あじゃあちょっと下に移動して、ちょっと一人で下に、はい、あ、後でじゃあ下で撮ります。はい、今来られました。今、あ、よかった。どちらから登ってこられました。あ、じゃあ日向山からですね。今日は実は、はい、歩いてきたので、はい、すぐ下に行くから県民の森とか。あ、あ、じゃあ、コフさんと一緒だ。じゃあどうしましょう、こっち行きましょうか。こんにちは、文山さんです、ね、あ、はい、いつも見てます。あ、はい。ありがとうございます。ちょっとじゃああそこまでご移動して、すいません。昨日動画出したんですけど、見てないですかね。まだ見ました。飛び込んだ人があの人。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。あとシールもちょっと待ってくださいね。ずっと参考にさせてもらってて、ありがとうございます。足学部から来られたのか。そうです、そうです。道の駅止めて、はあ、日向山の方から来たのか。そうです、そうです。6人って予想しちゃったので、はあ、あれ予想されてます。6人って予想されてます。、はい、もう10人。じゃああと4人来てほしいです。キリさん何名。11人。コースさんやってないですね。自分は書こうとしてやめて、書こうとしてやめて。もし6人だったら、ね、正解。ピタリ賞はダメなんですよね。え、ピタリ賞はアウトです。いや、ピタリがピタリあり。ピタリがいいんです、はい。ピタリがもちろん良くて、1個ずれとかの場合は外は優先ってことで、はい。あれ6人いるんでしたっけ。6でしたっけ。6です。すごい。ここからちょっと転送して分かんない。もう来るな来るなって感じです。アンテナ、はいはいはい、あの方かと思う。あ、なんかさっき、そうなんです。なんか忙しそうだからいつも見てますって帰ろうかなと思ったさんの時は何人ぐらい。あの時何人だっけな。あの時カウントしてないんだけど、多分10人は行ってたと思います。県民の森だよとか、めちゃくちゃ登りやすいよって、分かんなければ高尾山よりやっぱり来る人数少ないんじゃないかなとか、ちょっと、ね、上で声がして、絶対そうだよ、私の聞いてた声だよ。ご夫婦の家系がとてもなんか面白くて。あ、ありがとうございます。最近プーンさんが山にね登らなくなって、また登ると思いますけど。待ってます。どういってお声掛けをしていいかなと思って、はい、おじさんですかって言っていいのかな、どうなのかなと思って。自分の方もっとおじさんなんですけど。あの遠野山の募集っていうのも、はい、ああ、あれも最後の最後に長野の方が来て、なんかそれでなんか動画として成立したかなみたいな。あれ来なかったらただのトレーニング。日和田さんあたりも皆さん行かれたことは。あ、ありますあります。迷ったら日和田さん。なるほど。国屋の木も行きましたよ。あ、行きましたか。行ってます。行ってますか。今何時ですかね。1時3分。あと30分ぐらいですか。僕は半までいますけど、皆さん
寒いし、あのご予定もあるだろうと思いましたね。いいですか、すいません、ありがとうございます。何人ですか今ですか、はい、今ちょうどこれで7人目、はい、予想されてます、はい、8人、はい、あ、じゃあ、あと1人来てほしいですね。でも1時半までですよね。あともうちょっと、はい、まずこれ受け取っていただいて、はい、ワッペンとか入ってるんで、はい、今日はどちらから登ってこられたんですか。正丸から伊豆ヶ岳登って、はいはいはい、伊豆ヶ岳登って、小丸山とか川越山とか、そうそうそう、大野峠とか、グリナイみたいな、結構歩いてますね。結構歩いてます。しかも時間がちょうどよくここに、ね、そうなんです。計画がぴったり、はい、いつも見ててどっかで会うかなと思って、はい、どの辺いつも登られてます？いつも奥武蔵もそうですし、はい、奥多摩とか。あ、じゃあ今日この後どこに抜けられるんですか？いや、この後もこのまま志賀久保、志賀久保、日向山経由で、うん、あ、降りてまたお会いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。プンさんに、はい、あ、プンさんにですね、はい、お願いします、はい、私とプンさん、ありがとうございます。どうもありがとうございました。今日はわざわざ、はい、お気をつけて、ありがとうございます。お気をつけて下山してください。ポテチとか持ってきてるんですね。ここでゆっくりしてる間にボリボリならば皆さんでつまんじゃってください。北海道のふるさと納税ふるさとの、すごいな、税金対策してるんですか。そういうわけです。そうなの。あと4人来てくれれば11人になる。キイさんごめん、それだけはもうもうあと1人さえ怪しいっていうか、もう無理だと思う。だってもう時間がね、アウトです。そうですね、今1時29分でも一応ありえますね、あの下山してるまでに。だから誕生日いつでしたっけ。僕誕生日4月ですね。去年ぼっち誕生日やってたじゃないですか。やってましたね、はい、来年はみんなでやりますね、新さん誕生日会。ああ、そういう企画をしていただけると それは一本動画としては助かります、うん、それ難しいな。だから自分の誕生会を自分でなんかこうメンツを集めるわけにもいかないじゃないですか。集会、どうやって集会なのかな。名護、こんにちは。こんにちは。いつも拝見させていただいてます。 おありがとうございます。時間的に誰も来られないかなと思って。あの話し声はずっとしてたんで話しかけづらかったんで。あ、そうなんですか。これあの、あ、ありがとうございます。ワッペンとちょっとお昼ここで、うん、そこで見覚えのあるお声が聞こえて、また楽しみにして、はい、ありがとうございます。すいません、電力豆とタケノコの里と三座市。何かに似てますよね。何だろう。アプリコット。いただきます。砂糖ネタ。危ないじゃないですか。最中。こんにちは。一瞬そうかななんて思っちゃってしまうよね。じゃあキーさん、この後戻るのに何分ぐらいかかるんですか。半分じゃないかな。あんまり油断してるとでも ね危ないから。じゃあこっちに来てもらった方が。こっち。あのこっちが。なんか変なポーズ取った方がいいんじゃない。じゃあ。大丈夫。ちょっと取っとこうかな、それも。はい、チーズ。なに。普通のがいいらしいですよ。こっちがすごい強い。はい、チーズ。はい、コフさんのヤマップを、コフ、あれコフでいいんでしたっけ。そうです。で、検索、あ、ヤマップやってないのか。ヤマップやってないです。ヤマップでも入れてもいいと思います。なんでヤマップ店員みたいなことになるの。今度、また一緒に、はい。はい、そうですね。お願いします。こちらこそわざわざありがとうございました。今ここでスタートしてる人がいないってことは、多分通ってる人がいないんで、とりあえず駐車場まで行っちゃうのはありです。ああ、それならでも歩きます。はい。ありちゃいます。で、自分も一緒に日向山登っていいなら登っちゃいますけど。一緒に行くんですか。全然、もしよろしければ。じゃあ僕もう行っちゃった方がいいか、先に。車には乗らない感じで。乗らないで、あの日向山まで歩いて。でものんびりしてたら足がくぶまで暗くなっちゃいそうじゃないですか。大丈夫かな。それも車があるんで。忘れ物ないかな、ないな。じゃあお世話になりました。行きますか。でも今日初めてだけど今日2回行くんですね。そういうことです。足がくも通るんで。あ、通ります。はいはい、じゃあ後で。
待ってなくていいですから、もし来ないようだったら。これ古いやつ、大正10年トレランではなくて登山なんですけど、はい、ちょうど日向山武甲山とかが綺麗にね見える。そうですね、はい、いやそれにここからでもすごいですね景色。そうですねそれじゃあ失礼します。気をつけて。はい、どうも。あれ、待ったんじゃないですか。一回道間違えちゃって。え、それ車でですか。危なかった。あ、そうですか。先に僕が来ちゃう可能性があったぐらいの。ああ。はあ。着いた。本日2度目です。竹変わってるんですか。ありがとうございます。あの、ここにつけてまた来てもらって。どうしますか。チートはしますか。もう誰も来ないからここからチートありかな。ありかもしれない。言葉に甘えてチートしちゃおうかな。助手席でも大丈夫ですか。あ、全然、はい。じゃあすいませんがよろしくお願いします。GPS 止めないといけないな。あ、全然、はい、お邪魔します。よいしょ。すいません。お願いします。この辺からコスさん家に帰るのどれぐらいかかります。1時間ちょいぐらい。1時間ちょいぐらい、はい、どうでもいいですよ。車ここには止めてないんで、はい、はい、第二の方止めたんで、はい、すいません。第二わかりますか？いや、わかんないです、ね。第二一回出るんですね。だからこの辺で降ろしてもらおうかなと思ってたんですけど、いいですか？そこを右ですね。はい。そうそう、双子山ここから登るのがいいですね。はい。こんななんかタクシーみたいな。コフさんも気をつけて帰ってください。はい。帰りに人に。ああ。帰りました。じゃあこのこれを、はい、それでは失礼します、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また来年の動画でお会いしましょう。バイバイ。僕の後ろを走ってるのは多分コフさんなんじゃないかな。バイバーイ。